こんにちは。前回ホーネットという森のボスを倒した後、彷徨っていたら雰囲気が違うところに来ました。いつもの鼻歌が聞こえる。むずい。倒せるんだ。跳ね返ってきて爆発した。最悪の配置になってるんだが、また死ぬんじゃないだろうな。やっと先に進めそうだね。あの黒いモヤモヤは攻撃したらノックバックしていく意味。そしてまたピンチ。ホーミング跳ね返りとか強すぎ。うろうろしていたら銀行を見つけました。おー、バクラフィネルド。預けておけば死んでもお金失わないみたい。デスティオ、ジオ、私の懐に入れるって言いかけてるけど大丈夫？ジオ、カララ。また新しいところに来たようだ。ゴア、ヌドアエラメック。なあ、ミノビス。結構中心の駅に着いたみたい。お金預けるんじゃなかったね。どんどん新しいところに進んでるけど大丈夫だろうか。だけで何もしてこないの。地図の鼻歌マンがいるっぽい。こいつは攻撃してくるんかい。強すぎー。追いかけてくるし、ちょっと
難易度上がりすぎてませんか。スルースルーに下げる。ゲルーダイム、ゾノ。こいつここまで来るとはなかなかの猛者だな。チョコレケレクディス。花がないってバカにされた。クリリンだって花がないんだぞ。可愛いようで可愛くない？キノコのくせに虫に歯向かうだと。見るからに怪しいキノコ発見。毒キノコか。2体見えるという悪夢。食べませんので通らせてください。2体とも来た。黒い森の庭のキノコかな。ホース飛ばしてるの。もうキノコの動きじゃないね。今のはチャームの最大装備コストを増やすアイテムでした。カマキリ発見。詐欺じゃないだろうな。何せせこいやつなんだ。買えない。こいついつかやってやるからな。ボスか。違った。ノクネナエロ、ノクネナエロ。よくわからないけどいいやつっぽいね。に
2時間ぐらい探索してここを進むことにしました。難易度めっちゃ高そう。これは死にゲー本領発揮の予感。落ちてすぐ死なないだけマシだけど、針多すぎない。死にそう。あ、自分から落ちていく。ここから結構距離あるんだよな。さっきのとこまで来てレバー動かしました。まだ続きがあるようだ。あれ、もしかして下からジャンプでいけるんかい。無理ゲー。心折れそう。しかも先に敵がいるんだよね。やばい、行ける気がしない。敵が最悪の配置にいるし。チャンスだけど体力がもうないよ。来たー。やっと終わりみたいだ。二度とやりたくないね。生きてますか。死んでる。イモムシの鳴き声。よかった、入り口からだ。兵隊っぽいやつが来た。フットワーク軽すぎまん。相手してたら持たないかも。
あ、またいるよ。もしかして普通にいっぱいいるやつ？声がするんだけど。ああ、普通にいるやつだ。これはきつい。あ、相席いいですか。まだまだ中路なめん。バマと中路。まだまだ中路なめん。この都市には恐るべき敵がいるらしい。君、倒してくれないかな。僕はもう疲れたよ。鍛冶屋みたいな音が。アンドレイ？フェンダースよ。ああ、ランジョー・ステンジャー。武器を鍛えてくれるけどアンドレイではなさそうだ。お金足りないっていう絶望展開。なんかあるぞ。Alla negosa, tross. Hakana sagamos. あのホーネットはどういう立ち位置にいるんだろうね。何それ。お金貯めてきました。ああ、ランジョー・ステンジャージョン社。ガラデル・アカリ。フェンダースよ。まだ何かがあれば強化できるようだ。結構新しい敵が出てきてます。どこからそんなに槍を生んでるんだよ。これが雑魚敵という絶望感。ボスでしょこれ。
違うの。ですよね。あ、出ちゃった。先に左を見よう。こっちもボス？きつすぎボスじゃなくてモンスターハウスだ。最悪の展開。いや、ここから遠すぎ問題。そう、遠すぎて体力削られた。回復の暇がない。助かった。敵少なかった。上にベンチがあるみたいだし。地図はいくらなんだろう。ギリギリ両方買えそうだ。チョコレケレクディス。チョコレケレク。これで安心して右のボスとも戦えるね。あれ、お前は無敵王とか名乗ってたやつでは。何してんだこんなところで。さて、再戦と行こうか。ではスルーだよ。あっけなさすぎなんかすごそうなとこに来たなぁ。おい、嘘だと言ってくれ。こんなヤツがわらわらいるのか。むずすぎて心折れそう。難しいとクリアできない。ボスなのか。期待を裏
限らない展開だ。ホーミングが優秀すぎる。あそこにたどり着くだけで大変なんだけど。うわぁ、あいつもいるんだった。早くもしが見え始める展開。さよなら。心が折れたので今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。